次の曲なんですけど、なんかずっと言ってた、なんだっけ、カバー曲出しますみたいなやつをやります。皆さんも、どうしよう、助けて。皆さんも、皆さんも知ってる曲、多分、あの年代の方は知ってると思う。30代、40代、まあ、でも有名だからみんな知ってる。有名なの、うん、で30代、40代の方向けなので、まあ、知ってたら一緒になんか手拍子とかしてくれたらなと思います。じゃあもういいよ。新カバーです、はい、新カバーですか。それでは聞いてください。ペッパーキューブキックレディのあ、モーニングのペッパーキューブ。ただを知ったりして
こんな感じで毎月一曲カバー曲を出していきたいと思います。なので楽しみにしててください。はい、はい、お願いします。では次じゃあ行きますか。はい、じゃあそれでは次の曲で最後あのもうすぐ話しますか。話しどうしよう。いや私水飲みたいです。今度松江の水。はい、松江の水。縁結びの水を今日は持ってきました。神話の国、出雲の天然水。今日近づけていいのか、遠くした方がいいのかわからない。あの、目が見えなくて、近眼かどうかわからない。老眼はねえだろ。老眼じゃない。近づけた方がいい。あ、そうです。縁結びの水をできましたので、私は飲みます。松江の水かな、それは。じゃあ、そうだね。最近日本語が分からなくて困ってるんですよ。私日本人なのに日本語が分からないっていう事態に陥ってる感じ。はい、オッケー。どうしよう、助けて、何か私を救って。あ、花？え、お花の話をしよう。はい。このお花は、松江市の特産品のボタンという花で、はい、それぞれイメージカラーをつけてます。そうです。はい、でピンクでね、黄色でね、桃色でね、黄色でね、藤色だよ。紫じゃないよ。大事ね。はい、大事。覚えてください。覚えてください。はい、どうするよ。あ、わかった。はい、今撮っていただいた写真などは SNS に載せる際には撮影のいいことを一言書いてあげてください。 OK、 はい、OK、 よろしくお願いします。例えば何が松江城、島根っ子、新宿、ボタン、フォーゲルパークがある。あとね、何があるかな。歴史館。あ、水郷祭、天神さん。天神の祭りって書いて天神さんってみんな言う。同行列。そう、同行列。武者行列。うん、そんぐらいか。あと自分で見つけてください。あとは、じゃあ見せて。島根のいいところ的な感じで見せてね。一言でいいから。いや、島根っ子だったよ、みたいな。ね、島根っ子踊ってたよ。あ、踊ってた。そう、島根踊ってたよ。うん、隣でね、軽くこうやって軽くはい、ハッシュタグ、そう、ハッシュタグ放送卵、よろしくお願いします。お願いします。LINE がなんか
本体赤あるじゃないですか。それが前消えて古文みたいな赤でやってたら古文みたいな赤でやってたらそれも消えたんで、また LINE 作るんで、また作ったら言います。すいません、大変申し訳ないことをしてしまった。方針がないと思ったら言ってください。はい、ね、はい、はい、わー、以上告知でした。イエーイ。やばいよ、どうしよう、やばい、いい、オッケーです。